1998年3月、スバルはインプレッサ WRX クーペの STI バージョン4をベースにしたスペシャルモデルを発売する。 22BSTI バージョンと呼ばれるこのモデルは、名前からも分かるように 2.2 リットルのフラット4ターボを搭載。最高出力280馬力、最大トルク37キロというスペックが与えられた。このモデルの魅力は何といってもスタイリングだ。 WR カーそっくりのブリスターフェンダーが備わり、そのルックスは完璧な WR カーだったのである。このモデルは400台の受注限定生産車で、500万円という破格のプライスが付けられていたが、数日のうちに完売してファン憧れの1台となった。 22BSTI と並行して通常の WRX シリーズも改良を受け、98年9月には STI バージョンが5となる。この5ではエクステリアに新デザインのエアロパーツが与えられたほか、スポーツ ABS を新採用するなど細かな変更改良が行われたものの、最高出力280馬力、最大トルク36キロというスペックに変わりはなかった。この事実は現行写真における進化がそろそろ限界に達していることを物語るものだった。そして99年9月にはGC 型最後の STI であるバージョン6が登場する。エクステリアではフロントアンダースポイラーの採用をはじめ、翼断面形状を変更したリアスポイラーが与えられたほか、16インチのアルミホイールも新デザインとなった。競技仕様の RA には砲弾型ドアミラーも設定。クーペは軽量化のためリアクォーターガラスが白板化された。このバージョン6を最後にインプレッサは2代目のモデルである GD 型にバトンを渡すことになる。振り返ればインプレッサは実におよそ8年もの間、基本ボディを変えずに進化し続けてきたのである。